はい、本日は3月15日です。今日はね、結構雨が降ってます。じゃあまた恒例の定点観測行ってみましょう。はい、まあこれぐらいですかね。はい、4メーター20ですね。はい、じゃあちょっとね、状況を見ていきたいと思うんですが、これですね、結構興味深いのがですね、こっちのね、私の指がこう矢印というか、こっち側がね、やっぱ日が当たるあの南側なんですが、もうこう雪の溶け方が全然違いますね、これ。これ試しにこっちがこう南側で、うちのね、我が家の屋根も見てみますと、はい。これね、北側だけ今雪が残ってて、南側がね全く雪が残ってません。はい、という形で、もういよいよね、屋根の雪もね溶けつつあるんですが、南側が雪が残りやすいと、まあ、こんな感じになってます。はい、あとですね、こちらいつも冬の間ね、除雪機を置いてた場所なんですが、ここにですね、なんと木の塔がかなりたくさんあります。はい、これね、もう食べ放題、つまみ放題ですが、はい、もう本当に今吹きの塔がこう雪が溶けたらね、どんどん出てきました。はい、ということでね、以上でございます。どうも、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。